皆さんこんばんは、バルトと申します。今回の動画は今作から新しく追加されたセレブレーションのカメラフォーカスの設定と、これを設定した時にどういった映像が映るのかについて説明していきたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。でまずカメラフォーカスの設定なんですが、これはオンライン対戦をしている時にゲーム設定という設定から変更することができます。でトップメニューとか、あとはスカットバトル中に同じ項目を探したんですけど、ちょっと項目が見つからなかったんで、オンライン対戦中ですね、まあシーズンであったりとかディビジョンライバルズであったりとか、そういったオンライン対戦中にのみ変更ができる項目に現在はなってます。まあこれから変更される可能性はあるんですが、でこのビジュアルの中にあるセレブレーションのカメラフォーカスというのをユーザーの操作チームに変更することで、相手に点を取られた時に自分のチームメイトがカメラに映るっていう演出になります。もともとはまあご存知の通り、相手チームが行うセレブレーションが見えるんですが、まあ実際のサッカーでも点取られた時に相手チームの選手のセレブレーションなんて見てないだろうということで、新しく追加された要素になってます。では早速どういった画面になるかを実際に映像を見せながら解説していきたいと思います。大きく分けて2つ映像が映ります。まあ1つ目が監督が映るパターン、もう1つが選手が映るパターンですね。でそれぞれ映った後に観客が映るという流れになってます。でまず監督に関してはゲームの中でキャプチャーがなされているものですね。まあプレミアリーグの監督だったりとか結構多くて、まあ映像に映っている通りクロップとか、あとはまあスールシャールとか、そのあたりの監督はフェイスキャプチャーがされているので、その監督を自分のチームの監督に割り当てている場合は、点を取られた後の反応で監督の顔が映るという感じです。でもしくは選手がこのように映像に映ります。でこれは監督がフェイスキャプチャーしている場合でも映るんですが、まあ、監督が、ブロンズの監督とか、まあ、知らない監督の場合は 100% 選手が映るという流れになってます。で選手映るんですけど、まあ、ちょっと自分の期待としては、まあ、キャプテンがまあ、鼓舞するような流れがあったりとかするんかなと思ったんですが、まあ、実際映像を見てみると、まあ、主にディフェンダーですね。あとゴールキーパーが、まあ、お前ら何やってんだみたいな感じのリアクションを取るのが多いです。で、特性によってちょっと変化があるのかなとか思って、まあ、キャプテンシーの特性を持っているデブライネをキャプテンに置いて同じように検証してみたんですけど、まあ、相変わらずディフェンダーとゴールキーパーしか映らないんで、まあ、もしかしたらレアパターンがあるかもしれないんですが、基本的にはこの辺りの選手が映るという感じです。まあ相手のパフォーマンスを見るよりは幾分マシかなという感想ですね。まあだいぶいい追加要素なんじゃないかなと思ってます。あとオウンゴールをしてみたんですが、まあ、この場合もオウンゴールをした選手がカメラにアップで映るわけではなくて、まあディフェンダーもしくはキーパーが映ることが多かったかなと思います。ということで簡単にはなりますが、今作から追加されたセレブレーションのカメラフォーカスについて設定と、実際どういう映像が映るかについて案内してきました。ぜひ参考になれば幸いです。個人的にはこの設定は結構いいかなと思ってるんで、自分としてはこのユーザーの操作チーム側にカメラが映るように設定して、このままプレイしたいなと思ってます。これからまたヒパ関連の解説動画の投稿であったりとか、生配信も適宜やってますんで、ぜひ見ていただければ嬉しいです。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。